コランド・プランシーチョ、地獄の辞典第六版、ビレトの項の差し絵。ホルンを吹く猫ベレトは、悪魔学における悪魔の一人、ビレト、または、ビュレトとも呼ばれる。悪魔や精霊に関して記述した文献や、魔術に関して記述したグリモワールと呼ばれる書物などに、その名が見られる。イギリスで発見されたグリモワール、ゴエティアによると、地獄の八十五軍団を従える。 序列十三番の恐るべき大王である。青白い馬にまたがり、トランペットをはじめとする楽器が鳴り響く中で現れる。召喚された時点で、すでに激怒しており、召喚者は彼の怒りを免れるために、橋ばみの杖で南東の方角に向かって正確な三角形の結界を描き、召喚儀式に従ってその中に入るように、命じなければならない。それでも従わない時には、 恐れずに召喚者との契約を強調することで、ようやく結界に入り、要求に従うという。ベレトに命令する際には、絶対に王者に対する礼儀を書いてはならず、また常に、左手の中指に五フとなる銀の指輪をはめて、相手の顔に向け示し続けなければならない。剣能としては男女問わず愛情関係を通り持ち、そのことで召喚者の要求を満たすことができるという。ベリアル。 アスモダイ、ガープと共に72人の悪魔たちを率いていたという。また、ソロモン王が封印した72人の王たちの首領であったとも言われる。かつては、脳天使であった。いつの日か、第七の玉座に福井したいと願っているというが、全くもって信用ならないことだとヨーハンバイヤーは、述べている。15世紀に記されたと考えられているグリモワール。 ミュンヘン高齢術手引書に記載された呪文にも、ベイロットと読める悪魔が登場している。リチャード・キー・ケファーは、道グリモアールの著者が書く、B と L が判別しづらいとし、これをライレットと読んで、リリスのことであるとしている。ありがとうございます。